みんな嫌がらせばっかされるんですよ、さっきから。異能力、橋本翔平の脳内を漁る。めちゃめちゃ愛に溢れていく現場なんだなっていうのは。笑顔の裏はもう一回切ってもらマイナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは。芥川龍之介役の橋本翔平です。中島敦也役、鳥越祐樹です。映画化、まあ決まって、まあもちろん第一に嬉しいっていうのはあったんですけど、でもなんか感慨深かったですね。これまで積み上げてきた作品がこうしてまた映画化になって、でよりなんかたくさんの人に見ていただけると思うとすごく嬉しかったですね。僕ら自身が一番びっくりしたもんね。びっくりした。映画化、え、マジでいいの。そしたら先生がゴーを出してくれたということで、しかもビーストですよね。え、これはまた面白い話ですからね。いや本当にね、いや、なんかぴったりじゃないですか。でもこの内容とその映画、内容と映画がいやなんかめちゃくちゃなこと言ってる。映画にするならこのビーストという小説がぴったりだね。異能力、橋本翔平の脳内を漁る。さすがでございます。あの予告のね、 SNS とか公式で出たあの予告のショート の、 あの動画が、あれっつって、トリこれマジよ、マジだよって言ってやりましたよ。ね、いや、あのそうなんですよ。結構驚く方多いですよね。うちらで何回見たよ。いや、どえらい見ました。うちらキャストで多分1000回見てるね。はい。うん。お前もずっと、トリ君、これ。早く一緒に見たくてしょうがなかった。しかも、すぐ終わるからさ、もう何回も見ちゃうよね。見ちゃう。もう終わっちゃうと思う。だそれぐらいね、なんか、あの反響もありつつ、僕らの中でも反響がすごいあった。そうなんですよ、ね、まあ、もちろんその応援してくださってるファンの方とかの声とかもやっぱよく聞きますから、これいざもう1月7日になったら、あもうそう、異能力カチャン、ごめん俺すぐ出しちゃうから。お前が喋ってる時にカチャン、いいです、俺の話の最中ならいいです、ごめんなさい、はい、いやすごいことになりますよ、もうこの日にきっと。いや、この日からスタートするの。いや、そうね。この日からすごくいいことになる。1月7日、伝説のスタート、始まる。映画、ブームをストレートクス、ビースト、ガオそのね。ガオで、ビースト。あ、そうね。そうでしょ。あ、離れる一方ですね。ね、もう、あの、携わることによって、もうどん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 離れていって、そのまま離れてからもうまたつくんかなっていうぐらいですね。そう、今遠いっすよね、非常に距離が。うん、もういい、いい、うん、うん、もう島で例えるとこうお互い離れてって離れてって今見えてるくらいです。また見え始めたな。そう、うん、島の反対側で。でも俺そっから一回また戻るわ。また見えた、うわーって戻るわ。いや俺もう、うわ見えた、戻るってなってまたここで会うんや。そう、腐れってこういうこと言うんだな。もう腐れ切った縁です、ね、いやいやいや、でも嬉しいですよ、僕はあの鳥越祐樹さんとこのような形でご一緒できる。もういい、もうそんな取ってつけたような、もうあっさいあっさいコメントなんかいらんいらんいらん、そんなコメント本当に誰が聞きたいですか。今さら今さら確かに確かにって言うの何それ、確かにそれだ。全然楽しくないです、もう本当に。もう、笑顔、僕真逆なんですよ、感情が。笑顔の裏はもう、怒り切ってもらう。ね、この業界に向いてるという。いや、そうですよね。だからか、地味な嫌がらせばっかされるんですよ、さっきから。この肩を、これベロンって出されたり。地味な、もう積み重ねがひどいです。したことない、したことない、そんな。あるよ。ないよ。いっぱいあります。嘘はあかん。公の場で嘘はよくないね。大丈夫です。こっちからから来ました。大丈夫です。やっぱこの作品に関わることによってどん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 読み解きが深くなっていくというか、だから本当作品を重ねるごとによりなんか深く入れていくというか、やっぱ再認識させられたのはなんかこの作品に、文豪ストレイドックスというあの作品に携わる人みんな作品が好きになってめちゃめちゃ愛に溢れていく現場なんだなっていうのが
改めてどこの現場で、舞台の現場でも、この映画での現場でもそうでしたね。アイアン、アイアン、ラブ。